こんにちは。ここは大阪府大阪市南海電鉄難波駅前です。今日はここから電車とフェリーを使って徳島へ向かいたいと思います。関西地方から徳島への交通手段は高速バスが一般的で、本数も多く大変便利なのですが、今回は南海電車で和歌山港まで、そして和歌山港から南海フェリーに乗って車窓風景、そして海を眺めて旅情を味わえる行程です。チケットは自動券売機で買うことができます。その他の切符を選択、徳島切符を購入します。料金は2200円。ちなみにフェリー代金も2200円なのですが、この徳島切符、南海電車のどの駅から乗っても電車賃の加算なしで徳島まで行くことができます。ここ難波から徳島まで高速バスを利用した場合、 JR バスですと3800円、料金的にもかなりお得な設定です。ちなみに徳島大阪間で最安値は海部観光バスが2100円、他のバス会社と比べて圧倒的に安い設定になっています。それではホームへ上がります。九面八線の巨大なホーム、行き止まりの駅としては阪急上田駅に次いで日本で2番目の規模です。ひっきりなしにたくさんの列車が発着します。こちらは5万系、関西空港からやってきた特急ラピート、かっこいいですね。他の鉄道車両ではあまり見たことがない複雑な面構成です。関西空港に向け発車した特急ラピート。ちなみにここ南海難波駅は難波地区唯一の地上駅です。難波駅で電車を見るのが楽しみで、随分と早く到着していたのですが、いよいよ私たちの乗る電車が来たようです。12時20分発、特急サザンです。和歌山市駅まではこの電車で、そして和歌山港までの1駅は普通電車に乗り換えて、そこから南海フェリーに乗って徳島到着は15時55分、3時間35分、電車と船の旅です。8両編成、1号車から4号車までは指定席、5号車から8号車は自由席、指定席料金は520円です。今回は指定席を選択。クロスシートの方が撮影しやすそうだからということと、ロングシートより快適だからです。
前後感覚もゆったり、まずは約1時間、和歌山市駅へ向かいます。駅を過ぎたあたりから車窓左手に日本一高いビル、高さ300メートルのあべのハルカスが見えます。天下茶屋を過ぎると列車はどんどん加速、時速100キロ以上で気持ちよく飛ばします。のリンクータウンの高層ビル、リンクゲートタワーが見えます。高さは 256.1m、 日本で3番目に高いビルです。日本一高いビルと日本で3番目に高いビルを見ることができました。ちなみに日本で2番目に高いビルは横浜ランドマークタワーで、高さ 296.3m です。車窓右手に海が広がると、まもなく岬公園、公園を出ると和歌山市までは12分ほど。紀の川の鉄橋を渡ると和歌山市駅はもうすぐです。快適な1時間を過ごして和歌山市駅に到着。ここからは普通電車に乗り換えます。ちなみにフェリーの時間によっては難波から和歌山港まで直通の特急サザンもありますが、旅情を味わうという意味ではこんな風に乗り換えがあるのも楽しみの一つだと思っています。和歌山市駅から和歌山港へは約 2.8 キロ、かつては途中駅もありましたが、今は和歌山市の隣の駅が和歌山港で、一駅区間だけが和歌山港線となっています。この日は観光列車のめでたい電車、カイに乗ることができました。
カニや魚をかたどった釣り革、その他にもたくさんの装飾が施され、楽しい内装です。和歌山市駅から和歌山港までは約4分ほど、先ほどまでの南海本線沿線とは打って変わって、のどかな風景が広がります。和歌山港駅に着きました。ここまでの所要時間は1時間と8分です。フェリー乗り場までは連絡通路があり、建物の外側に出ることなくそのままフェリーに乗ることができます。出港約10分前に乗船。船外デッキを抜けて客室へと向かいます。右手にドライバー室、左手には椅子席が並びます。そしてこちらは絨毯席、広々として横になることもできるので私たちはいつもここです。前方にはグリーン席、料金はプラス500円、年末年始のみプラス1000円です。こちらは自動販売機コーナー、飲み物やカップ麺、アイスクリームも売っています。売店は徳島港入港時のみ営業となっていました。13時40分出港、ここから2時間と15分の船旅です。1998年の明石海峡大橋開通によって、徳島と関西は陸路で結ばれ、徳島駅からはたくさんの高速バスが発着するようになり、大変便利になりましたが、その結果、大阪や神戸に向かうフェリーや高速船はすべて廃止となり、今ではこの和歌山と徳島を結ぶ南海フェリーが徳島と関西を結ぶ唯一の航路となっています。昭和生まれの私たち夫婦にとって関西方面への旅行といえばフェリーに乗っていくものでありましたので、ワクワクしながらフェリーに乗っていたことを懐かしく思い出させてくれる、そんな存在でもあります。
まあそれと我が家の場合は海を見ていれば主人が嬉しそうなのでという理由もありますけどね。それではしばらくの間、秋晴れの穏やかな紀伊水道をご覧ください。島と淡路島が見えます。出港から約1時間半、徳島市のシンボル、眉山が見えてきました。右舷側、赤い浮標識を通過したら徳島港はもうすぐです。港の入り口を示す赤い灯台を通過。ちなみに左舷側には白い灯台があります。こちらは2021年開通の徳島南部自動車道新町川橋。今映っている中央部は日本最大のクレーン船海将によって仮設されました。こちらが徳島港フェリー乗り場。和歌山港出港から2時間と少し、帝国通りの入港です。15時55分下船。難波駅出発から3時間35分。楽しい電車と船の旅でした。高速バスでの移動はもちろん便利で早いのですが、電車とフェリーを乗り継いだ今回の行程で、ちょっとした旅行気分を味わってみられてはいかがでしょうか。なお、JR 徳島駅は
フェリー乗り場の目の前にあるバス停から20分前後で行くことができ、深夜便を除いてはフェリーの到着時刻に合わせ乗り継ぎができるようになっています。ご視聴ありがとうございました。